松平綱国は、江戸時代前期の越後国高田藩の四次。には、十四以上、自重、三河守。漢文2年12月9日、長見長寄の長男として生まれる。母は、大岸七郎兵の娘立幸は委員。陽名は満徳丸。漢文7年8月16日に、父長寄が死去し、その後を継いだ。遠方2年1月30日、叔父である。 高田藩主、松平三長の四月綱剣が男子なく死去した。三長には他に男子がなかったため急ぎ、四月を定めねばならなくなった。四月の候補は満徳丸、三長の異母帝、長見ながら、満徳丸と同じく三長の老いにあたる、筆頭家老、小栗正則の三男長春、そして尾張藩主、徳川三友の次男、松平義行であった。 表議の結果、長見太蔵は、すでに40歳を超える高齢であり、15歳の万徳丸を四つにとすることで決まった。遠方3年3月23日に、母立幸院が死去した。同年5月18日、将軍、徳川悦綱に、おまみする。同年11月23日に元服し、家綱より返記を賜って、松平美香は守広告を名乗る。 しかし、越後騒動で、矢部三長が処罰され、高田藩が海域になると、四次であった、綱国は、貧乏福山藩主、水野正主,主にお預けとなった。状況4年に赦面されたが、綱国は、三長と不和になっており、の国6年に病弱を理由に廃着され、代わって、白川藩主、松平直則の三男則栄境が迎えられ四次となった。廃着後は、 松平家の天保に合わせて、三正国津山に移り、宮川御殿と呼ばれた屋敷に住んだが、山より有に津山藩の養殖にはつかなかった。法永4年8月10日には、養母立町院が死去。同年11月17日に、三永が死去すると、津那国は松平忠直の断景地筋の唯一の生き残りとなる。宝永五年八月十二日に出家して、 皿山と合した。教皇20年3月5日に74歳で死去した。子孫は安永2年ウルー3月9日に長見へ改正し、明治3年に松平へ復生した。ありがとうございます。